Welcome to シルチャンネル。どうもシルです。さあやりましょう。これどうやって制圧戦です。どうやって潰しますかね。どっから行くか。まあ上調整中だから光年側なんですね。で対空砲ないんで。着工が生きるという感じでしょうか。ね、対抗を作ってないですね、この人ね。で、デスアーミーのレベルを上げたいので、ガンガンやってるって感じでしょうか。で、ここはヘビーガン。まあ、この構成でね、ちょっとレベルを上げたいんですよ。ただ、割とね、事故ることがあるので、デスアーミーはね、どうすっかなーって感じですね。まあ、やり方としては、このシャックを生かしたいんで、やっぱこの3つをね、潰しておくと楽かなーっていうので、こっち正面から攻めるか、こっち正面から攻めるか、こっち正面から攻めるかって感じですな。まあ、こっちを潰しておくと、シャックが生きやすくなるっていうのがあるので、まあ波状ですかね、ここからやってこれを潰して、表に出てるんでね、これを潰した後に、シャッコをここから攻めさせつつ、さらにこっち潰すみたいな、こっちから行きましょう。こっちから右側からね、でガンダムイージー8もレベル上げたいので、完了した、いつでも行ける。こっち方面から攻めましょう。こっちとこっち右側の方面からですね、いいお金を、俺のやり方で戦い抜いてみせる。まあこっちから攻めるのもありだと思うんですけど、ここに2個潰すと後々めんどくさいんで、おお、ほっとくとね。まずはこっち側で、邪魔なんでね、潰してるんです。さあ行くときは一気に行くよ。じゃあ行きますか。トントン。じゃじゃじゃん。お待たせ。行くぜ。こっからが本番だよ。戦いは終わらない。奴の方が上手か。それなら、ちょろいちょろい。まあシャックを攻撃されてますけど、まあいいかですね。あとは出さなくてもいけるでしょう。エースだけ守りつつ、はい、オッケー。定でした。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。負けるもんか。エースが動いてない。ガンダムだ。こちらカトル、敵機を捕捉しました。V、うん、いいですね。まあ、まあぼちぼちって感じです。あと2個。これでね、ショットタイプはもう無理ですね。諦め。これは、正直ぶっちゃけ割に合わなすぎるんで、別の相手を探しましょう。その前に、まあこっち
割に合わないもん、あれ元取れない。これはまた右、こっち方面からですね、こっち方面から行って、シャックを使ってレベルガンガン上げてくる、後々有利になるからね、っていうのを制圧戦で、階級戦かな、やって分かりました。メインになるのはどん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 レベル上げといた方がいいっていう感じですね。俺たちはチームで動いているんだ、勝手な行動はできない。こっちじゃねえな、こっちだな。機体の準備はできているな。まずこれとこれを潰せば、あとはもう基本やりたい放題で、シャッコたちがやってくれるんですね。でシャッコをメイン、まずそう、これとこれだけを壊すために歩兵を使って、あとここですかね、要はこの問題となら 1,2,3,4 つさえ倒せば、あとはシャッコだから、シャッコは温存してやるんです。最初は温存して、他の歩兵でこの4つをいかに壊すか、そうすることで全部もうエース壊してて、エース合わせて潰せると思うんで、そこをうまくやりましょう。だからまずここはまあ、これですね、こいつをうまく壊して、こっちも壊して、ここも壊す、ちょっとあの消耗してもいいからっていう感じですね。あとはその後はやりたいことになる。この戦闘で我々の実力証明して差し上げよう。差し上げよう、いいですね。ね、これもう無防備ですよ、これ。ありがたい話。あとはもうエースもいないし、さあ、あとは適当に、とりあえずじゃあ行きますか。さて、この舞台の主役、どれほどの大物か見せてもらうぞ。あとこれをうまくね、これでうまく潰させれば勝ちですかね。はい、終了です。あと時間内に壊せるかどうかっていうのがネックぐらいですかね。フロントコアを破壊した。ナイス。次の作戦目標に移ろう。ここで行かねば話にならない。ここで潰す。僕に降りろっていうのか、サンドロック。そう、ハートのエースはこっちが握ってるってことをお忘れなく。いけー、サテライトキャノン。どうちょろいちょろいはい、安定ですね。炎のモビルスーツ乗り、ガロドラン様にお任せってね。あれ、戦利品かける 1.3 にならなかったですね。時間か、時間があるんですよね。これもね、チェンジします。割に合わすぎ。おー、よしよし、金がかかるんだったらやりますけどみたいなですね。これもまた、これもったいないねって話。じゃあ、んーだけどこれは使っていこう。エールストライクか失礼、ガンダム X ね。まあ、
これ5連勝で、まあボーナスステージ出てきますけど、まあ、使っちゃおう。ちょっと厄介そうなんだね。まあここをこれ速攻壊して、こっち側からこれこのこっち壊せば、まああとはエースとの戦いって感じですかね。まあやっぱこれ空ですな。キーはこの準備はできているなと思います。それぐらい防壁がめんどくさいので、似たような構造になるんじゃないかなと。ええ、こんな感じですかね。これとこれとこれを壊せば1個ぐらいはまあなんとかなるんで、ぶっちゃけエースで。ティバ、俺の活躍見ててくれよな。なので、まあ、ああ、そうか、マーク2とガンダムがいるんで、これだけ気をつけないですね。射程キャラなんで。ここで釣られてくれれば OK。万歳。あれを潰したいな。めんどくさいので潰しているという感じでしょうか。これ入るかな。あ、よし、入んなかった。で、あとここ、ああ、ちょっとこれどうだろうね。1分30分そろそろ来ちゃうね。死んでるのかよ、そんな奴は。さあ回復させましょう。 GX 出るぜ。負けるもんか。こっちだってガンダムだ。こいつ来るのか。この辺で消えてくれると嬉しいんだがね。オッケー。 あーちょっと厄介でしたね。硬いし、あとは時間内に行けるかな。どこまで壊せるかって感じですね。いわゆるホールドアップってやつ。もう厄介なところはクリアしたんで、時間内に行けるか。ここで行かねば話しねえよ。やったー、俺神様死さねないとキャラン。ちょろいちょろい。うん、大丈夫かな。よしよし、やっぱ空部隊優秀ですね。その道をいかに作るかって感じでしょうか。悪くはない戦果だ。いい感じ。それぐらい歩兵がちょっときついっていうのが正直なところですね。うん、さあボーナス入り。第一エリアだからエリアマスター出てこないし、なんぞこれ。攻撃少な。じゃあもうこれはあれじゃね、砲台だけ特化して壊せるやつを入れればいい。これはね、むしろそしたらそれはあとは取り放題って感じでしょうか。ちょっと硬いのがいるとね、壁になってくるから、ここは、はい、いいじゃん、インフシュネいっちゃうね。ここは砲台メインですよ。
もちろん硬いんだよね。シグもろい、早いけど。今回は砲台、全員砲台対砲台。エースも B の対砲台。僕に行かせてください。久々ですよ。フルバーニャン、フルバーニャン、バーニャンとガンダム作一撃とフルバーニャン。まあ、こうサンドロック使ってもいいですけど、いやここはね、私もろいんだこれ。速攻で落ちるからね。いや一人でこいつにしとく。ウイジンでザクを潰しちまったからな。最前線送りかな。ああ、キャンセルしちゃった。チクショー。こちらは大丈夫です。行けます。ウイジンでザクを潰しちまったからな。最前線送りかな。弱気。ね、砲台対策だけ入れる。砲台しか見ない。砲台先に壊せば。こんな感じ、全部砲台。シグを入れてあげたいところですけど、ちょっと走行が脆いよね。火力はあると思うんですよ。あ、エース、あー、このエース厄介だね。このエース厄介だね。浮いてやがる。戦闘中に英雄的な行動をとっても死んでしまっては何にもならない。これあんま意味ないんだよね。砲台優先。修理機。俺に任せときゃ大丈夫だって。対エース能力の高いやつを入れときましょうか。ああ、とエールストライク呼ぼう一応。そしてもう一回組み直し。これをやめてほしいんだよな。最後に登録したのをそのままもう残しておいてほしいですよね。ドムドムドム。いや、いいですけどね、シーフーで数いくのも早いし。速攻で終わらせる。まあ、やってみますか。試し。どうして俺みたいな新兵がこんな舞台に。で、エースはこれはいいや。エースは対エース用に射撃やかいわ。みんな俺たちはチームで動いているんだ。勝手な行動はできない。みんな休憩中ですね。トロス使っちゃう。もう走行もろいんだこれ。今対エース用、空飛んでるエース用ですね。もうそう、このウィングかな対策で砲台の数が1,2,3,4,5,6。あ、どうだろうな。ちょっと際どい気がしてきたな。弱気。一応回収だけできる。新兵がこんな舞台に。どうだろうね。これこ。壁役がやっぱりいるよ。なぜなら、ね、いや、いけるかな。速攻で終わる。いや、壁役がいるよ。迷いまくってますね。はい、行きましょう。お待たせしました。俺は俺のやり方で戦い抜いてみせる。
さ。とりあえずですね、ゼロ八正体、シロアバだ、出るぞ。こいつとは他人のような気がしない。なぜだ。負けるもんか。こっちだって簡単だ。ここを落としただけじゃ戦いは終わらない。さあ行け行け。壊すの早っ。吸収な早っ。もろいけど、ここを落としただけじゃ戦いは終わらない。俺は本当はひよっこでみんなのお荷物だ。行くぞ。けどさあ行け行け。よしよし、オッケー。攻めろ。お早い。意外と行けましたね。余裕でした。よし、チームワークの勝利だな。大正解でございました。勝てたのか。よかった。不死なもレベル上げとくと後々使えそうだな。まあね、しゃあない、こんなもんですよ。おお、12万、嬉しいですね。まあそんな感じでございました。今回はこの辺でブトレマイを推奨して、はい、お、EG8 使って勝てと。2分以内。それじゃ、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。